おはようございまっちょ、フォルテです。本日は僕が高校生の時に優勝した映像を発見しました。というわけでね、本日はその映像を大公開したいと思うんですけども、その前に皆さんお願いがあります。今すぐいいねを押してください。これはなんとも貴重映像です。っていうのも月光を引いております。そしてコンクール優勝した映像です。何のコンクールかは C ですけど。ということで皆さん今すぐいいねを押してください。それではね、実況をやっていきたいなと思います。2番だったそうですね。歩いてきた、なんかでかいぞー、でかいぞー、でかいぞー。おはようございます。挨拶しましたね。なんかふてくされてますね。緊張してるのかな。よいしょ、どっこいしょ。この時は今のよりも体重が10キロくらい太いかもしれませんね。おっと、ハンカチをしっかりしまって、そこにしまうのかい。ぺちょっと、よし、引く準備できたかな。早い、指は回ってる。早いですね。フォルテ、音が全部フォルテ。うるさい、もっとピアノでしょ。どこ向いてる。若いって感じですね。弾けてますね。弾き飛ばすな。撮影係頼むよ。早いですね。鳴らすね。もっとフォルテッシモ、もっとピアノ。どうだったらそんなの大きいの。落ち着きなさい。酔いしれるな。そんなにいい音出てないよ。弾けてるだけ。ああ、爆弾が落ちた。そこも癖あるよね。髪型どうした。おお、左手の歌い方下手くそ。撮影係、右手大きすぎ。歌うで、左手大きすぎ。もっとピアノでしょ。どうだったらそんな大きいんですか。もうフォルテ君っていうよりもフォルテって君。え、まあ指が回ってることは認めよう。にやつくな、演奏中にやつくな。さっきから誰かいるの？ベトベン？
誰しもよ。でかーい。何やその酔いしれたやつ。いやどこ僕撮影係もっとしっかりしなさい。地震起きてんのか。酔ってきたよ。まあね、この時母親が撮影してるんですけどね、コンクールってこと多分ね、母親はね緊張してたんでしょうね。だから揺れてますよ。このやつ、これいらんやつ、挨拶しろよちゃんと。閉まってないじゃないか、服が。なんやその自信たっぷりのやつ。まあ優勝したんやけど。はい、というわけでね、実況が終わりました。皆さんどうでしたか。僕としてはもうね、最後のあの終わり方のこれ、なんあれ、どうぞ見せろ、ドンドン、これ、なんこれ、なんこれ、今と変わらないやないか。でもあの時はね、まだやり方がわからないってことで下手くそでしたね。僕の幼少期の、まあ、高校3年生の時の月光コンクール優勝時の演奏を聞いてもらえたかなと思うんですけども、やっぱりみんな思いましたよね。若いって感じの演奏がね。今も若いんですけども、この時はね、指が回り出してものすごく嬉しかったっていう感じの演奏で、もう、若さの一本勝負、おりゃ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 みたいな感じのやつだったのでね、まあ、今結構改善されたのではないかなと思いました。まあ、ここまで見てもらって思ったことがあると思います。実況なしで演奏聞きたいよっていう方のためにね、今の映像を実況なしで演奏を流したいなと思うので、そちらを見てもらえたらなと思います。それでは、